はい皆さんこんにちは村長です今日はブリューのテキストから画像生成をするという機能がとっても便利ですよねもうブリューはお使いでしょうかテキストから動画を作るというような機能を使うとですねもうタイトルを入れるだけで動画のシナリオまで考えてくれるまあ文字数には3000文字という制限はあるもののですね 本当に一行書くだけで動画ができてしまう。僕だけではなくて、たくさんの YouTube 解説者がそのお話をしています。ですから、ブリューをお使いの皆さんなら、その機能を存分に使ってらっしゃるのではないかなと思います。でも、そこから少し画像を変えたいなっていう時も、テキストから画像を生成するという機能があります。今、画面に表しているような感じです。 ここでブリューの使い方としましてはこの左のボタンで画像の雰囲気とか色合いというのをざっくりは指定ができましてイラスト風にするとか鉛筆画風にするヴィンテージとすれば白黒風になったりしますここで設定しておけば少しは近づいたりしますそこで僕は実験をしてみましたこのようにギタリスト という風にププロンプトを打ってみました本当はもっと多い方がいいのでしょうがまずはここからスタートですそうしますとこのように出てきましたが下の2つというのはあまり使いたくない画像ですよねそういうこともあったので次は 先ほどの説明した部分を写真ということにしました。確かに先ほどよりは写真チックになりましたし合格に近いものもなくはありません。でも左の下これを見てください。指の数がもうどうなってるのかわからないというような画像になっています。今度は英語で書いてみたらと思いました。 まあこの中で写真っぽくなったのは右上の画像なんですけれどもちょっと指の数が足りませんおかしいですよねさらに左下のものになったらですねこれは人間とは思われないような手になってましてですね3本目の腕が出てきていますまあこんなふうに生成 AI というのは今の時点で簡単なプロンプトであれば こういうような状態になるんですけれども今日この動画を撮っている時点で2023年の5月の20日です昨日あたりからマイクロソフトのビングを使えば無料で GPT4 が使えます GPT4 というのは僕の認識では中学生と大学生ぐらいの頭脳の差があるようにプログラムとかで使ってる中では感じていますですから Bing の中で生成 AI を使ってみたら、ブリューさんもこれからどんどんこの部分を改良していったりすると思うんですけれども、ブリューさんにこうしてくれ、ああしてくれって言ってる前にですね、もう便利なツールができたんだから、皆さんは今日からこれを使っていってはどうでしょうかというお話です。じゃあ本題に入ります。これが Bing の画面です。 とってもクオリティが高いですね。このようにギタリストとドラマーを書いてくださいという風うにしました。この紫色のプロンプトですね。ギタリストとドラマーの画像を作成してという風うにしたわけです。ここで何とかの画像を作成してという風うに書けば Bing はですね、生成 AI を使ってやってくれます。 その生成 AI の心臓部分はオープン AI 社の l リとでも読むんでしょうか l リ E この AI を使って画像を生成していますじゃあここで書いていきます今日は本題がですね難しい話をしすぎると皆さんやりにくくなるので流れというものだけ説明しますプロンプトを打ってみましょう はい、コンピューターを操作している女性の画像を作ってこのように書きました少しの時間はかかりますはい今出てきましたねこのように女性の写真が出てきましたこれが出てきましたら選択をしますと左の方の画面にこのように出てきますまあこれぐらいなら合格でしょうね他の画像も見てみましょう これも大丈夫でしょうか。白黒。まあ、目、口、鼻もそんなにもおかしくないですね。こんな感じです。ではもう一個だけやってみましょう。はい、遊園地で遊ぶ子供の画像を作って、犬も一匹欲しいです。とこういう風に入れてみました。 実際の映像を作る時間というのは約1分で4枚ぐらいの画像を作ってくれます。ちょっと見てみましょう。はい、こんな感じですね。犬が欲しいと言いましたので犬があります。このように作れることはわかりましたけれども、ブリューで使うときにはどういうふうにするかというと、ここで通常はダウンロードと 思うところでしょうけれどもダウンロードする必要はありませんここで右クリックをして画像をコピーしてくださいこれの方がずっと早いですそしてブリューの方に行きます今僕はちょっと作りかけのこういうギターのものをやっておりましたけれどもこの画面のところで右クリックをして貼り付けとするだけですそうするとこのように画像が できましたので下の画像がいらない場合はこうやって削除しておけばいいでしょうそうしましてこれを最大こういうふうにするとかもしくは大きさを自分で指定して動かして使うとか子供の部分が欲しいならこのようにずらすとかさらに少し動きが欲しいような時この効果の機能でですね左右に動くとか いいいいうようよなこととをやればいいと思います彼は数々の受賞歴を持つことになりましたちょっと今僕の言葉とは少しおかしい感じですけれどもこのように静止画を若干動かすようなツールがここに6つそして登場や退場というようなものがあったりします。またカスタム効果 というのを使えばですね、今は横スライドでしたけれども始まりと終わりがこのようになっておりますけれども最後は子供をアップにするというふうにこのようにしてそして最初はこのように全体が写っているというようなものにしましょうこれで適用彼は数々の受賞歴を持つことになりました。このようにカスタム効果を作れば ある程度は動きが自分の思い通りになります。このカスタム効果も上手に使いましょう。このように貼り付けが簡単にできますので違うクリップ、こちらのクリップを修正しようと思うときは先にもう消しておくのもいいですね。これで削除。もしくはキーボードでしたらデリートで大丈夫です。このようにしましてビングの方に行きます。 そして先ほどの女性の映像を入れましょうこうやってそして右クリックの画像をコピーブリューに戻りましてそしてここで貼り付け大きさなどを整えるもしくは大きくするそして顔がちょうどいい位置に作るもしくは少し動きが欲しい場合はですねカスタム効果などをつけていただいて 動画を作っていただくとブリューだけでといえばこのテキストで画像生成というこのメニューからやっていくんですけれども2023年5月現在ではですねたくさんの画像生成 AI ができている中でですね特に Bing のイメージクリエイターという機能がですね簡単に日本語ででも受けてそして GPT-4 この頭脳が使えてさらに無料。 これがとってもいいですので僕はこの方法をおすすめしたいと思います今日の動画はどうでしたでしょうかブリューの動画はたくさんあげていますので皆さん他の動画も気になりましたら僕のチャンネルの中で動画を探してください僕の方ではブリューでミュージックビデオを作るための便利な字幕タイミングソフトというのを作っています もちろんそれも無料で使っていただけますし Web アプリですので MacWindows 関係なく使えます音楽の歌の中から歌詞を引っ張り出すということはブリューでも今はできていませんこれは当面の間はやはりバックにオケがありますしそして言葉もですねこの話し言葉のようではなくって 音楽っていうのは「正解がなんとかなんとかというようなメロディーが伸ばしたり縮めたりいろいろあってですね話し言葉とは違うのでかなりの AI が進んできても分析がしにくい分野でもありますですからそれを便利に歌詞をジャストに入れてそして字幕ファイル SRT というブリューが読み込める形式で 吐き出すということができるような便利なソフトです。音楽からでも音楽動画からでもタイミングよく字幕を作れるソフトですので、ぜひ概要欄から見て使ってみてください。今日はご視聴ありがとうございました。村長でした。